皆さんこんにちは。私は東都首相補佐官兼東都先端物質学研究所所長の間室玄徳だ。あんまり似てないんで申し訳ないね。キャラクターがまだつかめていないんだ。タイトルやサムネにもある通り、今日はガンバライジングカードです。上決はい、そんなわけでカード100枚見ていきましょう。まずは仮面ライダー G3X ですね。ファーストさせるとスコーピオンクロスファイア、続いて仮面ライダーポッピーときめきクライシスゲーマーレベル X だね。ファーストさせるとときめきピポパポビーム、続いて仮面ライダー響きだね。スーパーレア、おいきなりかっちょいいね。これかっちょいいっすね。ファーストさせると音撃だ爆裂強打の型、続いて仮面ライダーカイザーですね。ファーストさせるとゴールドスマッシュ、仮面ライダーフォーゼベースステイツ、ファーストさせるとモジュールアタックロケット、続いて仮面ライダークーガのマイティフォーム、ファーストさせるとマイティキック、仮面ライダーウィザードフレームスタイル、ファーストさせるとウィザーソードスラッシュ、仮面ライダービースト、ファーストさせるとセイバーストライク、仮面ライダーアマゾンネオだね。ファーストさせるとアマゾンストライク、仮面ライダーフォーゼベースステイツはかぶったね。ポッピーもかぶった。おっとそうだった、これキャンペーンで出ましたね。仮面ライダー電王ソードフォームケータロスが出てる。これすげえキャンペーンカード、4人全員いるね。ファーストさせるとクライマックスフォームのボイスターズキック、仮面ライダーカリス、ファーストさせるとスピニングダンス、仮面ライダーバロンバナナアームズ、ファーストさせるとレモンエナジーアームズのレモンパワーブラスター、仮面ライダー V3、 ファーストさせると V3 切りもみ反転キック、仮面ライダークーガマイティフォームはかぶったね。おお、そしてこれはレアだね。仮面ライダービルドラビットタンクフォーム、バーストさせるとゴリラモンドフォームでゴリラモンドブレイク、続いてスーパーレアですね、これエグゼイドクリエイターゲーマー、なるほど、あこれもキラキラしてていい感じ。バーストさせるとマイティクリエイトストライク、仮面ライダーデオンソードフォームだね、これはノーマルです。バーストさせるとアックスフォームでダイナミックチョップ、仮面ライダーパラドックスパーフェクトノックアウトゲーマーレベル99ですね。バーストさせるとクリティカルノックアウトパズル、仮面ライダーリュウガ、バーストさせるとドラゴンライダーキック、仮面ライダーディケイド、これはレアですね。バーストさせるとディメンションキック、仮面ライダー新スペクターノーマルだね。バーストさせるとデッドリーオメガドライブ、仮面ライダーカブトマスクドフォーム、これはレアですね。バーストさせるとライダーフォームでライダーキック、仮面ライダーオーズタトバコンボ、バーストさせるとタカゴリバのコアチャージナックル、仮面ライダーバース後藤、バーストさせるとブレストキャノン、パラドックスはかぶりましたね。フォーゼンもかぶったね。仮面ライダーアマゾンアルファ、バーストさせるとバイオレントスラッシュ、仮面ライダースナイプシュミュレーションゲームはレベル50ですね、これはレアです。バーストさせるとドレッドノートブラスター、続いてビルドのラビット掃除機フォーム、バーストさせるとホークガトリングフォームになってホークガトリンガーフルバースト、続いてスーパーレアだね、これ仮面ライダーゴーストの俺魂、おースーパーレアすげえかっちょいい。これバーストさせるとオメガドライブ、仮面ライダー龍騎、バーストさせるとドラグクローファイヤー、仮面ライダークーガマイティフォームはかぶったね、ウィザードのフレームスタイルもかぶった。おお、そしてこちらもスーパーレア、仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル0ですね。おおいいね、かっちょいい。バーストさせるとゾンビアクションゲームはレベル X0 でクリティカルストライクですね。仮面ライダー新スペクターかぶったね。あースナイプのシミュレーションゲーマーもかぶった。あ G3X もかぶった。そしてこれだ、仮面ライダービルドホークガトリングフォーム、これレジェンドレアです。きたー、今回初のレジェンドレア、すげー、めっちゃかっこいいじゃん。キランキランだねこれ、キランキラン。バーストさせるとホークガトリングフォームでホークガトリングボルテックフィニッシュ、続いてがスーパーレアの仮面ライダーブレイドだね、ここもかっちょいい。バーストさせるとライトニングソニック、バロンバナナアームズはかぶったね。お、そしてナイトローグ、これはノーマルですね、ノーマル。バーストさせるとナイトローグストライク、仮面ライダーガイムオレンジアームズ、バーストさせるとパインアームズでパイナップルクラッシュ、仮面ライダークロノスクロニクルゲーマー、これはレアですね。バーストさせるとクロニクルジエンド、
仮面ライダーアマゾンニューオメガ、バーストさせるとアマゾンスラッシュ、仮面ライダーアギトトリニティフォーム、バーストさせるとライダーシュート、仮面ライダー新2号、バーストさせるとライダーレプーパンチ、ウィザードフレームスタイルは被りました、新スペクターも被った、おっと仮面ライダー X だね、これスーパーレアですね、バーストさせるとライドル脳天割り、続いて仮面ライダーフーマ忍者ゲーマー、これもスーパーレア、連続だね、素晴らしい、バーストさせるとクリティカル忍びタクティクス、一回もオレンジアームズは被ったね、アマゾンアルファも被った、フォーゼも被った、お、キバのキバフォーム、バーストさせるとダークネスムーンブレイク、仮面ライダー新2号は被ったね、ホッピーも被った、ウィザード被った、ラビット掃除機フォームも被った、クロノスも被った、やべ、ビルドホークガトリンクフォーム、これは出てないね、バーストさせるとゴリラモンドフォームでゴリラモンドブレイク、フォーゼは被ったね、お、そしてナイトローグ、さっきはノーマルだったけど今度はレジェンドレアですね、やべ、これもめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい、これやばっす、バーストさせるとエレキスチーム、仮面ライダー龍騎は被ったね、アマゾンネオも被った。クリエイターゲーマーも被った。カブとマスクとフォーム被った。竜が被った。G3X 被った。オーズ被った。お、ナイトローグのレアですね。レア。お、じゃあナイトローグが全部出たかな？バーストさせると、バッドローグブレイクエッジ。アマゾンネオ被ったね。アギットトリニティフォーム被ったね。新2号被った。仮面ライダーギルス。レアですね。バーストさせるとギルスヒールクロー、オーズ被った、あー連続オーズ、そしておー、これもレジェンドレア、3枚目仮面ライダービルドラビットタンクフォームですね、バイクに乗ってるね、これもまた超かっこいいね、これバーストさせるとボルテックビルダーブレイク、龍騎は被りましたね、仮面ライダービルドハリネズミタンクフォームですね、バーストさせるとゴリラモンドフォームのゴリラモンドブレイク、仮面ライダービルドホークガトリンクフォーム、これはレアですね、バーストさせるとラビットタンクフォームのドリルクラッシュバスター、続いてビルドのゴリラモンドフォームだね、バーストさせるとラビットタンクフォーム、ラビットタンクフィニッシュ、ゲームのレベル0は被ったね、カリス被った、アマゾンネオ被った、スナイプ被った、デンオーソードフォーム被った、ディケイド被った、ビルドホークガトリンクフォーム被った、キバフォームかぶった、お、エグゼイドアクションゲーマーレベル2だね、レアですね、バーストさせると無敵ゲーマーのハイパークリティカルスパーキング、 V3 かぶったね、カイザーかぶった、仮面ライダー J、 バーストさせるとガイアールエナジーキック、スナイプかぶりましたね、お、ライダーマンだ、バーストさせるとパワーアーム連続攻撃、ゲームレベル0はかぶりましたね、仮面ライダービースト被った、最後に仮面ライダービルドラビットタンクフォームのノーマル、バーストさせるとラビット掃除機フォームでビルドフィニッシュですね、はい、以上でございました。そんなわけで今回はガンバラジンカードを100枚紹介してみましたが、もちろんいっぺんに100枚買ったわけじゃない、そんなことしたら奥さんに怒られちゃうからね、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。